松並ガラス工業は1844年創業の会社です。まあ非常に長い歴史を持つ会社になります。大阪府岸和田市にある会社で、主に特殊ガラス、医療関係の臨床検査用のガラスであったり、あとは電子部材に使われるようなガラスを取り扱っている会社になります。以前は人手にすごく依存する製造業だったんですけども、昨今の人手不足であったり、まあ、高齢化の中でやはりこう人に頼らない作業をどんどん進めていくっていうところを、まあ、課題に挙げてまして、その結果今回のロボットの導入等につながった結果になります。一番最初は産業用ロボットの導入を本当に一番最初はしたんですけども、やはり横展開していくにあたって工場スペースの問題であったりとか、あとはやっぱり人との共同という部分での導入というのをベースに考えたときに、稲葉電機産業様の方からこういったロボットがあるよっていうところで、初めてユニバーサルロボット、共同型ロボットを紹介していただいたのが導入の経緯になります。ロボットを初めて触ったんですけども、プログラミングとかの経験もなかったんですけど、操作性もよく立ち上げも順調にいくことができました。その工程の、投入装置と回収装置で UR10E を使用しています。ガラスの裏表があるんですけども、その工程ではガラスを表面に投入するときもあれば裏面で投入するときもあるんです。UR10 については可動域がプラスマイナス360度あるっていうことで、ガラスをひっくり返す作業だとかぐるっと回る反転作業も可能になるので、他のメーカーだとそこまでの可動域がないので、反転させたりとか、あと狭いところに入っていく作業とかがちょっと難しいところがあったので、今回は UR10 を採用しています。以前は投入作業者1人から2人はついてたんですけれども、そこはゼロになりました。ガラスがパレットに段積みされた状態にあるんですけども、吸着パッドと、あとエアブローをかけてうまく剥がすように工夫をして自動化しています。導入前から1日1000回2000回っていう大ガラスっていうのを扱ってたんですけども、作業者が腰を痛める、手首を痛めるというような事象がありました。ロボットを入れることによって、そういう作業が負担がなくなったよということになりまして、非常に作業性が上がったというのが作業者から聞いています。この工程では、カーナビ用のガラスの洗浄ラインへの投入装置として UR5 を使用しています。ロボットっていうのはやっぱり作業者も含みですけども、やっぱり初め固定観念があってとっつきにくくて、もうこんなん使われへんっていうやったんですけど、逆にもうこれがね、もう当たり前になってきたんです。これがなければ今作業できないっていうような状態にまで改善が進んで、いろいろ非常にいい状態になっているかなと思います。現在ユニバーサルロボットは15台稼働してます。ここ昨今この10年間の中で言うと、生産量がやっぱり 1.5 倍ぐらいにはなってるんですけども、それをほぼ10年前と同じ人数で同じ状況で生産できてるっていうのはすごく大きなメリットになってます。初めて UR を入れた時に自社でプログラミングを構築できました。それが会社の中で自信になったので、今やそのユニバーサルロボットだけじゃなくて、他のそういった産業ロボットについてもプログラミングっていうのが内製でできるようになったので、そこがこう広がりのやりやすさっていうか、工程の導入に進んでいるような結果になります。自社でこう培ったガラスを作るための設計技術が、このロボットと融合することによって、さらに進化したなと感じることがあります。今後の展開については画像処理との組み合わせであったりとか、 AGV にユニバーサルロボットを乗せて移動しながらの自動化ですね、そういうものも展開できたなと考えております。動きのこのスムーズさであったりとか、そういう部分って本当に人以上の動きをするので、人と同じ、全く同じようなことができてくる可能性は感じてます。だから今まではね、人が単純作業の人が多かったんですけども、でなくて単純作業のボットにしてもらって、やっぱり品質であったりとか、やっぱり工程管理をすることによって、お客さんにより安定したものを届けれるっていうところに価値を見出したいなと思ってます。